やるのってなど芝居りょうとやるの虫眼鏡だ。遊びも仕事も何でもそうですけど、やっぱ人間体力がありますから、うん、朝起きて満タンの状態から始まって一日をどうしてだんだんこう減ってって減ってって20か10切ったなぐらいの疲れた状態でぐっすり寝るが理想なんですけど、うん、なかなかねそれでいけることも少ないんですよ。意外とね、なんか今日あんまり動いてねえなーって、うん、こういう暇を持て合わせてもいいわけですよ。こういう人は 50% ぐらいでね、夜を迎えてなんかあんまり疲れてねえなーって寝れなくて、次の日にね、上手に体力回復できなかったよ、うん、逆に頑張りすぎてね、自分の体力を見誤って午前中の間に 20% ぐらい切っちゃって夕方ぐらい限界だ、バーン、カーッってパターンもあるじゃないですか。これってやっぱりね、今日だけじゃなくて明日、そうするとその次もどんどん響いていってしまうので、体力を計算するのは非常に重要だと思いまして、それを計算する能力をね、養っていきたいということで、今回は地獄の体力測定サバイバルをね考えてまいりました。地獄のってついちゃうんでね。今から6人で戦いをします。戦いの内容はですね、とある挑戦をして、普通だったら回数で勝負とかね、スコアだけで戦うんですけど、今回の体力をね自分で見極めるっていう試合なので、やってる間に、あ待てよ、今俺ってちょうど出せるスコアの半分ぐらいなんじゃねって思ったら、うわーいって言います。例えばね、100回のとこでうわーいって言ったら、まあそこで 50% なんで、体力の限界、スコアの限界は200なんですよ。200をやりきった場合、まあもうちょっとできたなーって思っても止められてしまいます。なのでスコアは200です。はい、これもやりきれた場合、もしやりきれなかった場合、80ぐらいでうわーってなってしまった場合は、スコアは0でございます。おー、ビビってちょっと手前に設定してもいいけど、そうするとスコアは伸びません。もう100で止められちゃうんで、っていうのをやってって、6人中、まあ1位になった人は抜けれます。そしたら次5人になりますね。で5人でまた別の試合をやって、1の人が抜けてって順番に減ってって、最終的に1人になってしまった人は体力の見極め非常に下手くそだということで、そんなやつは1ヶ月解明。これにかぶるってことだよね。ああ、今回の最大のイベント、最大のイベントはね、動画出てるね、多分ね。微妙だね。オープニングムービーも流れて、かっこよく「徹夜ザーン!」みたいなことがね、あると思いますよ。はい、そこが変わってるかもしれません。じゃあ早速やっていきますか。はい、地獄の見極めサバイバル開幕。第一種目、卓球ラケットポンポン。普通司会者が言ってからやるんですけどね。第1種目は卓球のラケットでこのポン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 ってやる数だそうです。今だって思うときにここ言います。いきます。なるほどね。僕はカスです。ようこそ卓球ポンポンの場に。支配人になるのこれ。違う、これ今終わったら。じゃあいきます、せーの。はい。120です。いや悪くないんじゃないかな。どうだろう。マジでカメラ無視してたな俺。後ろ向いてたもんね。なんか早くない？いらっしゃい、ようこそ卓球ポンポンの場へ。いきます。はい。あ、意外とむずい。なるほど。あ、でも意外とこれだ。意外とこれだ。あなたはカスです。カスだ。ゼロ以下のカス。なんかみんな早くないか。ちょっとレディース&ジェントルメン、めくるめく卓球ワールドへようこそ。いきます。ちっちゃい子いいよ。よし。半分。カメラ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 だよ。クリアです。うわー、ちょっとちぎった説ありますな。早くないです
いきます。はい、はい、やばい、やばい、あ、もうちょっとなんかわかんない、どこにあるのラケット、どこにあるのどこにあるかわかんないよ。いけそう、わからんけど、もうだいぶクリアです。おー、クリア、クリア。さあ、最後のチャレンジャーいきます。おそらくここがサムネでしょう。6人揃ってるのは今最後だからね、これ。そうか、サムネ撮ってるなーっていう状態で動画を撮ります。いきます。はい、作って。ゾーン入ってる、ゾーン入ってるかもしれない。はい、お、何なるな、それ。ちょちょ、わかんないわかんない、デッカちゃんみたいになってる今クリアです。おお、はい、ということで全員出揃いました。はい、それではスコアが低い順に発表しましょうかね。一番、スコアが低かった人はりょうさんです。予想なしの結果16。え、え、10、カスです。カスだ。あ、カスだ。カスだ。タンポロリの人は、はいって言えなかった。はい、言えなかった。え、僕はカスでした。カスに改名でよろしい？はい、じゃあ、まあ、それは全然全然まだ続きますから。第5位、てつやさん。予想なし、結果27、0点です。カス？カスです。ありがとうございます。え、ちょっと待って、普通に運動神経なさすぎないですか？じゃあね、俺のてつやはね、上げすぎでしょ。いや、なんかカンカンカンっていうね。さあ、次お願いします。第4位、ゆめまるさん。そう、58、結果116。あ、116点。ここからはじゃあスコアある。あ、そうね、もうじゃあスコアだけ言ってもらいましょうかね。同率で、3、しばゆうさん。おお、124点です。おお、マジ通りだ。ということは、あ、第1位トシミツさん、144点です。おお、すごい。ということで、トシミツさんは、抜けでございます。やったー。えいかよ、さようなら。今日終わり説あるもんね。あ、トシミツ今日上がりだよ。今日俺1時間遅刻してて一番最初ぐらい。はい、えぐいな。うぜえな。ホットケーキひっくり返しでございます。何ですか？ホットケーキをフライパンの上で半回転させます。それを何回できるかですね。ちょっと見てみましょう。はい、ホットケーキひっくり返し力を買われてルームに入ってきたたけし君がね、はい、実践してくれます。お願いします。おお、まあ今のセーフ。あー、まあセーフ、セーフ。あー、セーフ、セーフ。アウト。どういう競技これ？すごい競技だな。1回転しちゃったりとか、結局回転できずに同じ面に戻るとかはアウト。さっきのスコアいい順にいくか。はい。わかんないな、マジで。ゼロまであるよ、全然。いや、あるあるある。いきます。はい、いきます。スタート。あっ、2、3、はい、4、5、なんかすごい。ちゃんと今、ね、しゃがんで距離稼いで回すね、半回転。これいったぞ。いきます。はい、いきます。おお、今はまあまあまあ、うん、おお、うん、だから早くない？俺なんかドルって手をしないやん。いきます。おお、うん、おお、はい、50%。おお、おお、おお、クリアです。ありがとうございます。じゃあ下の方からまた発表をお願いします。最下位は同率でてつやさん、さん、ゆめまるさん、結果なしで0点です。え、しばゆ成功してんの？逆にお前やったんか。りょうさん、しばゆさん、結果6回で
同率です。もう一回行きましょう、二人だけ決勝戦、決勝戦サドンデスだ。あーこれね、なんなら1でもいいかもしれないですね。行、きます。はい、おお、おお、いや、うまいな。感心した。さあ、決勝戦の対戦相手、よし、行きます。はい、ザッ、お、1、2、うまい、3、うん、膝をよく使ってきますね。し、お、うまい、うまい、まだ50パーいってない、すごい、うん、おー、6回、おってことは12に行かないと0。うん、終了してちょっと移動してね、競技やってくるんで早速行きましょう。はい、はい、あーずすぎるだろー、熱いって、もうサクサクっといきましょう。はい、第3競技、縄跳び。もうシンプルに縄跳びでね、前跳び、もうこう1回2回3回ってこうやってやっていくだけです。ということで第3競技縄跳びいきます。うわ、びっくりするぐらいきつい。はい、クリアです。はぁ、いや、きついわ。お疲れ様です。スコアを絶対に残すことを優先した方がいいのではと。ちょっとつまんないですけど、じゃあ行きたいと思います。はい、どう、よーし、スタート。何スコアを絶対に残すことを優先した方がいいのではと。ああ、夢丸さん、こっち行きます。頑張れ、行きます。うん、ここまで会長ですね。いいっすね。はい、クリアです。はい、クリア、見事、素晴らしい。ちょっと、わあ、緊張すんな。いきます、はい、なるべく小さくね、早く飛ぼう。あ、はい、お、が、やべ、帰り投げ、テンポよく、テンポよく、テンポテンポ、リズム失ってるよ。設置時間短くしようか。あれ、あ、さあ、体力のバカ野郎。お前がバカだよ、バカ野郎。すまん。結果発表お願いします。大会は、哲也さん、3、0回です。イエーイ。なんで僕驚きの何回引っかかっても50は言っててほしいね。わからん、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 縄跳びが下手。第2位は、りょうさん。え、結果120回。うわー、ひめまるは、え、俺、160回。おお、やられた。いや、でもいいじゃん。うわ、よし、いや、だよね、長かったわ、夢丸のが。ちなみに俺は何回でハイでした？7回が55で。うわ、やってたら優勝だったんだ。まあ、こういうんで夢丸さん抜けということで、はい、あー、おめでとうございます。うわ、抜けれてよかった、マジで。やばい、この中でもまだ戦えそうなやつが抜けやがった。マジで次に抜けれるようにみんな頑張っていきましょう。はい、第4種目、激チカパントキック。
パントキックというのはね、こう手で持ったボールをそのまま蹴るというねやつなんですけど、今回はかなり近いところにゴールがございます。あれを何回越せれるかですね。上を通ったなってならないとダメです。横にずれすぎたらダメですね。ラグビーみたいな。そう、明らかに外れてるなっていう判定をスタッフに下されたらアウトです。チッてやって超えればいいよ。あ、そう、なるほどね。いいんだ。それはいいんだね。あ、超えればいい、超えればいいんだ。超えればいいです。ただ横は当たったらアウト。ははははは、複眼だったんだそれ。カスにだけはならないようにしたいですね。いきます、お願いします。まあまあまあ、なるほどね。はいはい、3回目、4回目、5回目、6回目。あっぶねえ、あっぶねえ、怖え。セーフね。はいはいはい。8回目、はい、ちょっとちぎります。この辺にしていきましょう。よし。9回目、10回目。さあ後に行く15回目。うわー、余裕だったのか。16。ということで僕の挑戦は16回で終わりです。はい、簡単なんだよな。別に。そうなんだよ、めちゃくちゃ簡単だから。スタート。もうつまんないって。もう本当に悪いわこの競技。え、じゃあまた普通に運動神経なさすぎないですか。ここで勝つために今日やってきました。いきます。どう、緊張する。1個目。わあ、全然余裕か。はいはい、いきます。おお、意外とわからんね。いきます。あ、戻ってるよ。もっと減らしていいな。距離がもったいない。軽く。あぶな。ダメだ、ちょっと体力の温度とか考えない。しっかりとします。 OK。 あ、OK。 OK。 あぶな。怖い怖い。まあまあまあ、大丈夫大丈夫。あ、もうダメだ。こんぐらいふわふわしてきた時が半分だ。はい、おいった。気になりますね。3位は3、0回です。えじゃねえんだよ。うわー、決勝頼む頼む頼む。第2位りょうさん。そうなんだ。16点です。ちょっと8、だいぶ弱かった。大オーバーじゃん俺。大オーバー。いやー、しかしまさかのデコボコが残ったか。最終種目ね、ここじゃできないので、はい、さらに移動します。はい、はい、じゃあ行きましょう。最終競技、勝敗が顔に出てるって怖いって。普通に 60% 熱中症です。体力 50% 超えとるやん。もう最後は本当きついと思います。体力勝負です。はい、もう持ってきますからね。はい、待ってください。どいてどいてどいて。危ない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 。あこちらでございます。こちらに乗ってひたすらに進み続けていただくというチャレンジでございます。でこれはもう距離とかじゃなくて乗ってる時間なんで、倒れてしまったり止まってしまったりしたらそこで終了でございます。はい、足ちょんつきは。足ついてもダメです。10キロちょいぐらいの重さなんですけど、立ちこぎ禁止でございます。うわー、ぐるーっとね、陸上のトラックみたいな感じでおっぱいみたいなカラーコーンが並んでおります。2個つけてきてや。
うわすごいよ。バカでかいじゃん。爆乳じゃん。リアルに爆乳で、今回ね、あの体力勝負だから虫眼鏡負けるだろうって思ってる方いるかもしれないんですけど、今までと違って2人同時に始めます。今回はいって言わなくてもいいです、うん、あのこっそりねスタッフ側に伝えてくれればいいんですよ、はい、それによって変わってくるのははいって言ってるのがわからないんで、え、あいつもう50発過ぎてんの、それとも過ぎてないのっていう不安を抱えながらやることによって虫眼鏡の心理勝ちがこう見えてくるわけですね。じゃあいよいよ行きますか。今のうちに設定してスタートラインについてください。はいはい。じゃあいいですかね。はいはい。位置についてよーいスタート。頑張れー、頑張れ。わー、なるほどね。2人ともなるほどって言ってた、まあ、重すぎるだろうじゃなくて2人ともなるほどぐらいのスタートね。さあ虫眼鏡かなり大回りで行きましたね。どうですか。まあ今のとこは散歩って感じですね。まだまだ全然大丈夫です。なんかエンディングやもん。映画のあれ左側にちょっと小さくし寄せてさ、右にエンドロール出して。エンドロール出してね、こう。あれちょっと虫さん、なんか虫さんがだいぶさっきともうすでにフォームが違うぞ。りょうくんは相変わらずいいテンポ、まあ、同じ感じでちょっと取材してみましょうか。これこれ行った方がいいかもしれないですよ。ああ、あれ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 、おーおーおー、すごいすごいすごい。全然来ねえじゃん。え、全然来ねえじゃん。いや、そろそろちょっと取材行こうかなと思って。はい。え、今どっち、今これ、ちょっと行こうか、行ってみようか、聞いてこようか。すいません。はい、なんですか。東海オンラインです。はい、先ほどはいと言われた件についてなんですけども、はいというのはどっちですか。 50% っていうの。そうえ、このフォークの進み具合見てさ、あ、まだ行きそうだなって思うの。お前あの人の余裕さ、ほぼ青木地と同等なんだよな。あ、すいません、青木地さん。はい。なんかだいぶ涼しい顔出してますけど。まだ始めたばっかなんで。いいリズムだよね。逆に虫さん結構余裕持ってゆっくりやってるけどさ、スピード出した方が安定するんでね。まあちょっと引き続き頑張ってください。はい、頑張ります。虫さん、いやすごいギリギリだけど。はいとはいと、大丈夫かな。あ、入ったら危ないよ、入ったらダメだよ。危ない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 。どこ来るの、どこ来るの。自由だからね、まあ、一応外は何でもいいんだけど。ええええ自由だからね、一応外は何でもいいんだけど。自由だからね、一応外は何でもいいんだけど。なんか急に楽になった。あれやめてんのか。じゃあまずはお疲れ様ですと言いたいです。なんだなんだなんだ、困るよ、俺もだまだやれたのに。何も悪くないよ、虫さんは。そうだね、あの、うん、本当に申し訳ない。うん、こっちで言うてしまったら僕の負けでったよ、絶対に。そうなの。僕はもう 50% の敗を言ってたし。今、はい、もうとっくに言ってて。早すぎるだろ。選択肢としてはですよ、別の勝負を今から新たにする、今と同じ勝負を新たにする。ないよな。じゃんけんをするかしないかだと思うよ、正直なところ。いいんですか、それが何人かどうかってね。そうそうそう、いくつも入ってるかもしれないしね。え、あ、含めてですね。なるほど。運営も含めてじゃんけん。なるほどね。なるほど。じゃあ1ヶ月間解明は2人での決着に水を差した可能性があるな俺って人は、せーので手を挙げて、その人たちの決勝じゃんけんとなります。じゃあ手、同時に手を挙げましょう。まあ2人は参加で、はい、せーのあれあれ思ったより手上がったな。水組、こちらに集合しましょう。お前も水組なんだね、っていうか。この意味不明な競技を提案したのが俺っていう時点で水だったかもしれない。よし、俺たちにはジャン紙がついてる理由を作ってあげよう。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。よーし。怖い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 。正直バリー人が負けたら気持ち悪いなと思ってたから。ナイス、いいとこが残った。いいとこが残った。いきます。はい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。勝つだよ。何勝ってんだ、いくとせいで勝てん。さあ提案者か準備者かどっちかな。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。やー、気持ち悪い動画。なんだこれ、気持ち悪い動画。動画下手。
初の勝負何だったんだよ。なんだよこれ。コンコンやって、こう返してイベントで名前変わるみたいな下り何だったんだよ。もうこうなったら覚悟を決めてつけられなさい。もじゃあ虫さんでいいですかね、名付け親は。まあちょっといろいろ考えましたけど、はい、エンチャでもないから、まだそういうことも考えて、ニトロ爆弾くんは1ヶ月間お尻丸出しくんになってい, いじゃん、今までで一番可愛い名前じゃない。爆弾トゲトゲしかったからね、急に丸くなったね。お尻丸出しくんの修行版だから。うわっ、そこも変えなきゃいけないからね。じゃあお尻丸出しくんで頑張ります。はい、今後ね、僕たちの体力見極めが物足りないと僕は思っていましたけど、そもそも運営次第でね、動画なんていくらでも面白くなるということが分かりましたのでね、はい、今後は企画が破綻しないようにね、みんなで考えて頑張って動画作っていきたいと思います。はい、これが学べました。1ヶ月間お尻丸出しくんをよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。 85%